ックパッカーズハウス出ます。そしてこれから私たちは次のポイントへ向かって再び出発するのです。 Here we go! Here we go! さあ、天然パーマーロードトリップの旅再開です。ここから能登半島を一周して金沢方面まで南下していく予定ですが、なんと朝の8時に出発するつもりだったのに、うん、なんだかんだと名残惜しくて出れなくて、ただいまお昼になってしまいました。かなりプランは大きく変更しますが、能登半島のドライブを楽しみましょう。今日どうやら能登はサーフィンできそうです。なんだけどこれだけ遅れて出てしまったので、サーフィンをすると間違いなく今夜の寝床に着くのが遅れてしまう。今日はカーステイね、ロンドンバスを予約しているので、それはそれですごく楽しみだから。妻、今日の能登のサーフィン私諦めるしかないかもしれない、時間的に。しかしまた来ればいいさ、能登に。こんな内湾でシュアブレイクとはいえ割れてるってことは、ポイントによってはすごいいい感じなのかもしれない。ここでうねり入ってきてるってことはやっぱ外側あるな。おや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 、ほらワンダーですぞ。松波、能登の松波というところ来ました。大家族、これファミリーレストラン。あー、ここにしようよ、能登丼。うん、麺類もあるし。さあ、今日のランチは松並というところにある大家族というレストランです。ここです。こちらに行きたいと思います。 Here we go! こんにちは。イエーイ。なかなかな雰囲気のお店です。やがってください。いしりって何ですか？イカのお醤油、イカのお醤油、ちょっと匂いがあるんです。へぇー、はい、海藻が高も、はい、高もって海藻ね、で、これ目で、まあ、イカの和紙と酒の、どれそれは、はい、こっち、へぇー、イカの和紙と酒のパスト、最後卵とじしが滑らぶ、うんうんうん、酢焼き、酢焼きです。いただきます。やったー、美味しそう。サバの味噌煮丼、美味しそうです。いしりっていうのはイカで作った醤油だそうです。ちょっと癖があるそうですが、もちろんいしりに挑戦します。では早速能登丼いただきます。今聞いたイカのその内臓、まず一発目、美味しい。美味しい、イカの内臓だって言ったよね、うん、すごい美味しい。これ食べます。うーん、美味しい。次、イカの刺身、魚の刺身。サザエさん、サザエさん、ハマチ、毛から聞こえてる、白身。あ、いっぱい入ってる、これイカの内臓のやつがすごい美味しい。うん、ほんと、うん、ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ファミリーレストラン大家族、めっちゃ美味しかったぜ。おい、能登丼、やっほー、間違いない。さあ、みんな来たよー、三崎町。立ってる、嘘、割れてる。さあ、能登の海に到着。ポイント見つけました。バッチリ割れてます。海は1名しか入ってないですね。あー、乗れそうなの来てる。いや、どうなのこれ、いまいちだな。妻、何、そんなに良くはないけど私入りたいな。やめときましょう。時間がない。時間がね。妻よ、はい、はい、今のポイントは、うん、ローカルポイントです、はい、なので場所はちょっと言えないんですけど、はい、そしてこのポイント基本的には夏は全く
立たないそうです。冬のポイントなので、かなりこう8月にここが割れてるっていうのを見れるのは激レアだよって、さっきねローカルの方とおしゃべりした時に教えてもらいました。今回は能登の海はパスして先を進もうかなと思います。我々天然パーマ探検隊はジャングルの秘境へとやってきました。一体この先に何があるのか。その先にあるのは空中展望台だ。空中展望台到着。ここが聖域の岬自然環境保護センター。覗いてみましょう。入ってまず最初ご覧いただけるのは空中展望台、影の方に向かって 9.5m 伸びております。先端方向行けば行くほどちょっと揺れますけれども。ありがとうございます。すごく行きたくなった。この値段設定最高だね。子供たちはただに近いんだよ。行くぜ葵、今から青の洞窟で探検しに行くぜ。なんで青の洞窟なの？青いんじゃない、きっと。すげー、イエー。ロマンとか書いてないね。ここが一番端っこ。本当だ、風だ。風で押し流されたんだ。木が右に押し流されてる。うん、風じゃない、風。今のドハン島の一番突端ですね。来てます、国立指定公園です。さあここから能登で最も力のあるパワースポットに行きます。能登という字は読んで字のごとく天に昇るという意味から付けられています。つまりこの突端のここの部分っていうのは、ここから神様に会いに行く入り口のことです。うわー、あ、でもトンネルがあるよ、そこ。さあ、あの洞窟、青の洞窟行ってみましょう。 Here we go。 青の洞窟に到着です。やだ、怖い。ビビリービビリービビリー。やばいよ、何か出るかもしれない。青い、それでも俺たちは行かなくてはいけないのだ。どうなってんの？青の洞窟。よし、石を拾いに行こう。なるべく海の近くから拾った方がいいよ、パワーがあるから。よし、ことり行け。来たよ。はい、母ちゃん、見て。母ちゃん、わー、綺麗。どうですか？綺麗、これも。小鳥に好きなのあげるよ。母ちゃんも一つ。これがいい。青も、父ちゃんが取ったパワーストーン。眠れる。さあ、次はここからさらに南下していきたいと思います。眠れる。Here we go。日本海側へ来ました。ここは能登半島最北端の町、のろしです。のろしを上げろー、のろしです。ここは某ポイントですね。ローカルの人に教えてもらいました。
またいつかチャンスがあったら入らせてください。先を急ぎましょう。あれで、ね、まさとさん2年生あ、割れてる、また結構サーファー入ってます。なんていうポイントだろう。サーファーが何名も入ってます。メジャーポイントなのでしょうか。ビーチですね。ビーチブレイク、あ、いいなー、入りたいな。うわー、割れてる割れてる。なんと山から直接ダイレクトに海に流れ込むタイプの滝ではないでしょうか。たるみの滝だってすごいね。すげー、ほら正面割れてるよ。ほら来た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 。あー、まあちょっとトロいけど、いやでもグーフィー走れる。グーフィーグーフィー。道の駅鈴塩田村、すごい昔から塩の生産が盛んだったんだね。この釜でグツグツ煮込んで塩を作ってたんだ。行ってみましょう、塩田村。何ここ、塩の資料館。ちょっとだけ覗いてみよう。ほら来た、うふー、いやいや、レギュラーレギュラーレギュラー、わー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 、ロングライダー。能登里山街道に乗ります。ここは今輪島市ですね。有料道路で南下していかないともう間に合わないぐらい遅くなってしまいました。今走っているところは能登里山街道。なんとこれまた無料区間です。石川に来てからほとんどの有料道路が無料区間だから、全然お金かかってない道路走るのに素晴らしい。さあここから分岐です。金沢方面にレッツラーバキューン、千里浜。千里浜っていうぐらいだから、すごい長いビーチを今右手に走っています。これ何、まっすぐでいいのかな。あ、違う、右か左か、左曲がる。金沢市街に到着しました。今から金沢といえば葵さん何ですか。はい、小鳥さん正解。カレーを食べに行きたいと思います。ビッグシティに来ました。金沢市穴水から金沢まで高速料金0円です。はい、無料ですよ全区間。すごいことだよ、これだけの距離を無料で使わせてくれるんだぜ。金沢市です。今日夜ご飯に決めたのはここ、フライパンカレーテキサス。 Are you Texas? Are you Texas? Yes. 行きましょう。どれにしたらいいんだ。やっぱり何にしよう。これ、何それ、スタミナカレー。私のことじゃないですか。焼きカレーもいいな。やべえ、選びきれねえ。母ちゃん、またナイスなお店を見つけてくれましたね。母ちゃんのこと言うんや。さすがだと思います。いや、このお店なんかいいね。葵さんすごいね、これタラコスパめっちゃでかい。よし、俺のカレーはこれだ。スタミナカレー。なぜならスタミナが必要なお年頃。母ちゃん焼きカレー、小鳥チキンカツカレー、いただきます。じゃじゃーん。あ、いいね、おいしいおいしい。スタミナが
みなぎってきたぜ。ごちそうさまでした。美味しかった。しかもすげえ安かったぞ、あそこのカレー屋さん。びっくり。さあ、じゃあ次は温泉に行きます。今日のお風呂は金城温泉。金城温泉行ってみましょう。妻、はい、予想以上にいい風呂だったぜ。ナイスチョイス。いや、いいお風呂でした。それでは今日のカステスポットへ向かいたいと思います。 Yep、 イエーイ。北陸道です。あれ初めてだ、北陸道。北陸方面、いやまだ今回の旅では初めて。さて、このわずか15キロぐらいの有料道路いくらだったでしょう。520円。さあ、到着したぞー。ここがカーステイスポットだ。いいのこれ。そうなんだよ、ここいいんだよ。あ、今日誰もいないじゃん。すごーい。続きは明日ご紹介します。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。